私の出番だ。サンダルポン。まだ力を出していない。もうまだ力を出していないというのもう終わりか。私に任せておけ。いきなり目を覚ますかな。トーカは疲れて眠っているだけだろう。自分も傷を負っているというのに、君を看病すると言って聞かなくてね。小鳥は今リビングにいる。君は大丈夫かい？あら、目が覚めたのね。見ての通りよ。私の可愛いお兄ちゃんは大丈夫かしら。違うって言ったら信じてくれるのかしら。私は五日家に生まれた人間、それは間違いないわ。正確には精霊の力を持った人間って言った方が適当かもしれない。私が泣きながらお兄ちゃんなんて連呼するわけないじゃない。寝言は寝てから言いなさい。あなたが私の力を封印したに決まって。ラタトスクが精霊との会話役にあなたを選んだのは、あなたに精霊の力を封印する力があったからなの。あの回復力はもともと私の力よ。今その力が私の体に戻っているの。だから気をつけてちょうだい。
今のは自然には無理ね。再封印するしかないわ。つまり私とデートして。はいはい、もうこの話はやめましょう。少し疲れたから部屋に戻るわ。おそらくあと2日しか小鳥は自身の霊力に耐えられない。その日を過ぎれば小鳥はもう君の知っている小鳥ではなくなってしまう可能性がある。2日後、君には小鳥とデートしてもらう。それが彼女を元に戻す最後のチャンスになるだろう。どんな水着を見ても動揺しないためさ。すごいな、これが水着というものなのか。ミリタリーザップドアルティメットグラインドインストルメント、通称ミツギ。なんだと、それは。そう、私はこの今日は八戸神十日に話がある。狙いは私。昨日空から現れた炎をまとった精霊のことを。ふん、知って。お願い。やめんか。何が目的だ。役立たず。爪の先程度でもあなた。なんだと。せっかく答えてやったというの。水着は自分だけでなく他人からの評価も重要。特に男子の意見は参考になる。男子の意見は参考になる。そう、私に似合う水着を選んでほしい。いいな、飛び地折り紙。よりこやつをドキドキさせた方が。こやつ、結果は見えている。あなたに彼とのデートを渡すはずがない。うん、貴様だけにはデート券を渡すわけにはいかん。Thank you.
私に任せろ。手強い相手のようだ。